久保さん。いやー、FX のね、広告単価クソ高いですよね。<laughs> 僕も知ってます。なので、僕も、なんで FX を選ぶかっていうと、FX の YouTube の広告単価も高いし、まあ、ユーザーの層も、いっぱいいるしっていう、まあ、もうめちゃめちゃ、情報発信するとしては FX が一、かなりいいですね。かなり美味しいかなっていう。別、別に、商品を売らなくても集客もできるので、FX、 FX よりこっちの方がいいよっていう誘導もできるので、だから FX のキーワード集客、広告収入めちゃくちゃいいっていうね。だから FX やらなくてもね、あのお金稼げるっていうね、究極の、えー、儲かるキーワードかなと思います。やるかやらないかはあなた次第。